ロベルト・フランチェス・コロモロ・ベラルミーノは、イタリア出身のイエズス会司祭で、ローマ・カトリック教会の数機教。カトリック改革に、最も功労のあった、数機教の一人。1930年、成人及び、教会博士に劣勢られた。ベラルミーノは、シエナ近郊の都市、モンテプルチャーノに、貧窮した貴族、ヴィンチェンツォ・ベラルミーノの息子として生まれた。 母親のチンツやチェルビーには、教皇マルケルス二世の姉妹だった。ベラルミーノは幼い頃から振動ぶりを発揮、ウェルギリウスを暗唱し、イタリア語やラテン語の詩を数多く書いた。ベラルミーノの書いた、マグダラのマリアの参加は、聖務日課期当初に収められるほどであった。父は息子に、カウン最高の夢を託し、政治家の道を歩ませようとしたが、 母は息子をイエズス会に入れたいと考えており、ベラルミーノは母の意向に従った。1560年、ローマのイエズス会修練院に入ったベラルミーノは3年後の1563年に、ピエモンテ地方のモンドビにあったイエズス会修道院に移ってギリシア語を学んだ。ベラルミーノの本格的な神学研究は1567年から1568年に、 かけて在籍したパドバ大学で始まった。彼は、同大学で、トマス・アクイナス進学を学んだ。1569年には、ベラルミーノは、研究を完成させるため、ブリュッセル近郊のルーベンに送られ、同地のルーベン大学に学んだ。ここで、ベラルミーノは、プロテスタントの教説についての徹底的な研究を、行った。ベラルミーノは、ルーベンで除海されて、 すぐに教授を呼び説教者として名声を博した。特に説教者としての高い評価はカトリック、プロテスタントを問わずに遠方の地域にまで届くものとなった。ベラルミーノは大学で教弁を取った最初のイエズス会員でもあった。受け持った講座はトマス・アクイナス進学大善だった。彼は恐怖をはじめ、 中世の進学者たちに関しても広く研究を行い、その成果は、教会の著作家たちに結実した。同書は後にジャック・シルモン、フィリップ・ラブ、カジミール・オーダンによって改定された。ベラルミーノのルーベン滞在は7年に及んだが、研究と修道生活のために健康を損なっていたため、1576年にイタリアに帰国した。ところが、 ローマに着いたベラルミーノに、教皇グレゴリウス13世が、ローマ学院で開講されていた、論争進学講座の担当を依頼した。ベラルミーノはこの職に就くことを名誉に思い、教皇の申し出を丁重に受け入れた。ベラルミーノは、論争進学講座を11年にわたって担当し、その研究から彼の主要著作である、異端反爆進行論争が生まれることになる。 同書の初版は1581年から1593年にかけインゴルシュタットで出版された。ベラルミーノの論争は同時期にチェーザレ・バロニオが歴史分野に特化していたのと同様競技分野に特化した著作だった。この記念碑的著作は当時カトリックとプロテスタントの間で行われていた様々な論争を体系的にまとめ上げた。 最初のものであり、ヨーロッパ全域に計り知れないほどの影響を与えた。また、ドイツとイングランドのプロテスタントたちにも激しい打撃を与え、両国では大学に特別講座を設けて、ベラルミーノの著作に論白を加える必要に迫られた。キリスト教の教義論争に関して、論争にとって変わるほどの著作は未だに現れていないだけでなく、 批判方法が発展した現在においても、いまだに、論争の歴史的価値は損なわれていない。カトリックの宗教的再生と学問的研算、この二つが1540年代以降、カトリック教会が力を注いだことであった。どちらも、同時代の特徴を持ち合わせている。どんな作品でもまず文体が洗練されていることが、16世紀初頭には、 最も重要だと見なされていたが、やがてあらゆる分野で知識を蓄積していくことこそが第一であるという考え方に変わっていった。このことが、進学的調査にも影響を与えている。論争は、第一巻では、神の言葉、キリスト及び教皇について扱う。第二巻は、公会議の権威、及び三つの教会。第三巻は、秘跡に関する問題を、 第四巻は、音調、自由意志、義歌、良き技の問題をそれぞれ主題とする。ジェズ教会のベラルミーノ記念像を、ジャン・ロレンツォ・ベルミーニ制作1589年まで、ベラルミーノは、神学教授職に傍殺されていたが、その後は、教皇が変わるたびに、新たな地位や役目を与えられることになった。フランスをアインリ三世の暗殺後、 時の教皇シクステュス五世はガエターノを教皇特使として派遣してカトリック同盟との交渉に当たらせることにしたがこの際ベラルミーノを進学専門家として随行させたのであるベラルミーノはナバラオアンリがパリを包囲した際同志に滞在中であった次の教皇クレメンス8世はベラルミーノを徴用した ベラルミーノはブルガータ聖書の改訂版の序文執筆を任され、1592年にローマ学院の院長、1598年に司教の巡察官、1599年には数奇教に任じられた。クレメンス8世はベラルミーノを数奇教に任じて間もなく、彼を異端審問担当数奇教とした。この権限によってベラルミーノは、 ジョルダーノ・ブルーノの裁判に裁判官の一人として出席し、ブルーノを改心の見込みのない単者として奮起に処することに同意している。1602年、ベラルミーノはカプア大司教に任じられた。ベラルミーノは著作で一人の人間が複数の司教区を持つことや名ばかりで教区に住まない不在司教の問題を重視していた。そのため、自分自身は 任命を受けて4日後には認知に赴いて模範を示し司教としての職務を忠実に果たした。この模範はトリエント公会議におけるカトリック改革の方向性に影響を及ぼした。1605年に選出されたパウルス五世の治世、教皇庁とベネツィア共和国との間で激しい争いが起こった。フラパオロ・サルピは ベネツィアのスポークスマンとして、教皇の化した政務停止令に反抗し、コンスタンツ公会議とバーゼル公会議の諸原則を持ち出して、教皇は世俗の所持に関しては権威を持ち得ないと主張した。ベラルミーノは、このベネツィア人神学者に対して三つの返答を表した一方、おそらく暗殺の危険が迫っていることを警告して、サルピを助けたと考えられている。 ベラルミーノは、さらに有名な敵対者である、イングランド王、スコットランド王ジェームズ一世との論戦でも知られる。ジェームズは、自らの神学的学識の深さを誇りとしていた。ベラルミーノは、イングランド主席司祭、ジョージ・ブラックウェルに手紙を送り、ブラックウェルが、教皇に対する服従義務を表面的に破り、忠誠の誓いに署名したことを叱責している。 ジェームズは1608年に、ラテン語の論文を執筆して、ベラルミーノを攻撃してきたが、ベラルミーノはこれに回答を出し、イングランド王のラテン語文法の誤りをからかった。ジェームズ一世は文法に気をつけながら二度目の論爆のための論文を執筆し、これを神聖ローマ皇帝ルドルフ二世をはじめ、キリスト教世界のすべての君主に検定すると宣言し、 最高にして、真実のキリスト教養護者として、振る舞おうとした。これに対するベラルミーノの反論は、多かれ少なかれ提示されたすべての論点を踏まえた、返答となっている。1616 16年、パウルス五世の命令により、数奇教ベラルミーノは、ガリレオ・ガリレイを召喚した。ガリレイに、もうすぐ制定される、禁書目録に関する協の中で、地球の可動性び、 太陽の非可動性を主張するコペルニクスの学説が断罪されることを通告した上で彼にこの学説を撤回するよう求めたのである。ガリレオはこれを了承した。後にガリレオが無理やり地動説指示を撤回させられ残悔を強要されたという非難めいた噂が飛び交った。際、ベラルミーノはこの噂を否定する内容の証明文書を執筆し、ガリレオは ただ単に教竜を知らされて、これに服しただけであり、それゆえ、コペルニクスの学説は、守られても、保たれてもいないと述べた。晩年になってベラルミーノは、故郷、モンテプルチャーノに戻り、同地の司教を4年間務めた後、ローマにある、イエズス会のサンタアンドレア人学校に移った。ベラルミーノは、数奇教の一人として、レオ11世。 パウルス5世、グレゴリウス15世がそれぞれ選出された、スゴーサンドのコンクラーベで票を得てはいるが、選出の可能性があったのは2度目の時だけであった。引退生活に入ってからも、ベラルミーノは、一般人の精神生活の手助けとなるような、小編の本をいくつか執筆している。魂の神への上昇、全騎士のための技、十字架上の7つの言葉などである。 ロベルト・ベラルミーノは1621年9月17日、ローマで死去した。ドート・トリーナ・クリスティアーナ・ブレーベ、1752、長年にわたり、イエズス会の会員たちは、あぐむことなくベラルミーノの劣勢のための運動を展開し続けた。1930年5月13日、ついにベラルミーノは、 教皇ピウス11世によって劣勢された。さらに、翌1931年には、教会博士とされた。彼は老衰のためイタリアのローマで亡くなっていたが、その遺体は、サンティニャツヨ教会に安置されている。個人の生前の意向により、安置された場所は、ベラルミーノの弟子であった聖アロイシウス・ゴンザーガの、遺体と隣り合って並べられている。 カトリック教会の成人歴では、ベラルミーノの記念日は亡くなった9月17日であるが、一部では1969年まで記念日として認定されていた、劣勢日の5月13日を使っている地域もある。記念日のランク付けでは、1932年から1959年までは、二重、祝日、第三級祝日、1969年からは、 任意祝日であるが、いずれも、同等の低ランクなものであり、他の成人の祝日と重なれば、そちらの方を優先する決まりとなっている。ブラック・ウェル、リチャード・ジェイ、ガリレオ、ベロール・ミン、アンド・ザ・バイブル、ノートルダム、イン、ユニバーシティ・オブ・ノートルダム・プレス、ISBN0 から268010242、この記事には現在パブリックドメインである次の、 出版物からのテキストが含まれている、ジャクソン。サミュエル・マッコリー、エド、ニューシャフ、ヘルツオク・エンサイクロペディア・オブ・レリジェス・マレッジ、ロンドンニューヨーク、ファンクアグナルズ、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。